海を越え、甲子園から沖縄に大優勝旗を持ち帰った高校は2校しかいない。私立の沖縄小学と高難だ。沖縄の高校野球界は近年もこの領有が軸だが、この春、そこに割って入る異色のチームが現れた。同じく私立のエナジックスポーツ高等学院、以下、エナジック、である。まだ総部3年目ながら、機動力を重視した。 ノーサイン野球を武器に春の県大会で沖縄小学や高南を打ち破り頂点をかっさらった。やけにカタカナが目につく長い校明新行チームがあうんの呼吸で見せる縦横無尽の攻撃。謎めいた高校の正体をひもとく。4月10日、沖縄県春季大会の決勝。エナジック対高南。日中は気温が25度近くまで上がり。 夏の気配を感じる一日だった。熱気漂うスタジアムで、エナジックの三塁ベンチ側に終始穏やかな表情で選手たちを見守るコーチがいた。片手には青色のメガホン。でも、プレーの指示を送るジェスチャーは一切ない。ノーサイン野球を主導する神谷義聡監督、69、その人である。エナジックの校名は聞いたことがなくとも、高校野球ファンであれば、 上谷吉宗の名を知っている人はいくらか多いだろう2008年に浦添賞を率いて夏の甲子園に出場し自身初の聖地での敷きながらベスト4に進出2014年には三里高校初の選抜出場に導いた40年以上にわたり公立で監督を務めた後2021年7月にエナジックの監督に就任副学院長も兼任する エナジックスポーツ高等学院とはどのような戦いきで誕生した学校なのか、なぜ沖縄が誇る名将の1人を招聘するに至ったのか、どのようにして農イン野球を構築しているのか。夏の県大会に向けて準備を重ねていた5月中旬、神谷氏がインタビューに応じた。エナジックは2021年4月、分部共に力強く、 世界で求められる豊かな国際性と高いコミュニケーション能力を持ったグローバル人材の育成を教育理念に掲げ、名護市世隆市、瀬岳にある旧屈市、市、小学校跡地に開校した。沖縄本島北部に広がる亜熱帯林、東海岸に望む美しい海に囲まれた自然豊かな立地だ。当初は通信制のみだったが、 2024年4月からは通信制と前日制の平地校となった。世界へ小・ワバタ、区、トップアスリートの育成を目標とした全寮制の学校で野球部は全員前日制の普通科に所属する。強化指定競技として野球部とゴルフ部があり来年度からは駅伝部、卓球部、ボーリング部も設置予定だ。 専門機材を揃えたウエイトトレーニング施設や野球部が使う全面人工芝の室内練習場、2、3年生には1人部屋が当てられる学生寮などを完備。競技に集中できる環境が整う。授業は午前中の4時間が普通科目、午後は体育科目として各種スポーツと部活動に取り組む。その他、毎朝ホームルームの前に20分間の英語学習があったり、 資格取得のための勉強をサポートする教諭がいたりとカリキュラムは個性豊か文武両道を歌うことに加え40年以上にわたり教壇に立ってきた神谷氏の高校教育は生きる力を身につけることが目的競技で勝つだけではなくスポーツも勉強もしっかり取り組むことが生徒たちの将来につながるという教育者としての信念も反映されている。 自主性を重んじているためチャイムがなく、髪型の決まりはない。制服も行事以外で着るかどうかは生徒の自由だ。運営するのは学校法人大城学園。世界20カ国以上に拠点を構える医療、健康機器の開発メーカーエナジックグループの会長、創業者で沖縄出身の大城広重氏が理事長を務める。学校が立地する背丈は大城市の生まれ故郷であり、 神谷氏は廃校になった学校を活用することで地域活性化につなげたい思いもあったようですと説明する。2008年に公式の社会人野球チーム、エナジックを設立し、昨年まではオリックスで打点王やベストナインに輝いた沖縄出身の石峰和彦氏が監督を務めていた。2012年には多くのプロゴルファーを輩出しているエナジックゴルフアカデミーを開設し、 ボーリングや卓球でもアカデミーを運営する。企業で得た利益を地域に還元したい、社会貢献に役立てたいという思いから誕生したのが本校ですと神谷氏、スポーツと教育を結びつけるのは自然な流れだったようだ。